はい、おはようございます。英気です。今の時間が髪型がすごいことになってる。はい、おはようございます。英気です。今の時間が8時ぐらいです。で、今日は友達と会って、まあ、買い物したりとかご飯行ったりとかした後にジム行ってトレーニングして終わりの動画です。で、今日のトレーニングはウレトレをしていくんですけど、で、ウレトレは、まあ、2頭3頭で、まあ、効かせる部位がやっぱり変わったりするトレーニングなので、まあ、そんな、まあ、どういうトレーニングをしているのかみたいな、それで様子とかを、発信していきたいと思います。まあ、僕はあの前々から言ってる通りですね、まあ、サラリーマンで、でもやっぱりトレーニングはしっかりしていて、まあ、大会とかにも出たことがあるような人なんですけれども、まあ、そういう人がですね、どういう、まあ、ライフスタイルを送っているのかみたいな感じで、見てもらえればと思います。まあ、とりあえず今こんな感じに準備もできたので、はい、出発していきたいと思います。多分友達はそういったなんか動画に出るとかあんまり好きじゃないので、まあ、この後すぐに、まあ、夜のトレーニングにポンって飛ぶと思うので、どういうトレーニングを、まあ、しているのかなみたいな感じで見てもらえればと思います。ちょっと昨日ごめんなさい、肩トレ昨日やってて肩しんどくて、はい、ってこっちの手でこう、てな感じで、出発していきたいと思うんですけど、今日もめっちゃ暑そうです。まあ、皆さんも熱中症とかにならないようにですね、こまめに水分とって、ちゃんと栄養つけて過ごしていってもらえればと思います。今日ちょっと気分的に、友達と外食は行くんですけど、なんか久々に爆食もしたいかなってちょっと考えてて、まだ何食べるかって特に決まってないんですけど、美味しいものを家で作って食べたいなと思うので、はい、ぜひ最後まで動画をご視聴いただければと思います。じゃあとりあえず行ってきます行ってきます、これおかしいか、はい、まあ、とりあえず普通に行ってきます。はい、とかなんかやってる間にトレーニングの時間になりました。これからウレトレやっていきます。で、ウレトレは2頭と3頭を、まあ、効かせるんですけど、まあどう効かしてるのかみたいな感じの様子もちょっと見てもらえればと思うんですけど、小さい筋肉なだけに結構丁寧に効かすようなトレーニングが僕結構多いので、そういったところも見てもらえればと思います。それでは今日もトレーニング頑張ります。To give, no matter how you spin it, we only get one life to live, and all it takes is a spark to set the night on fire. Release your heart's desire, flames getting higher.
turn around, come on, raise your light, it's going all night. はい、トレーニングから帰ってきました。で、帰ってきて昼からですね、ご飯一切食べてなくてめちゃくちゃ腹減ってて、ジムから家帰ってくる道中で、声優があるんですけど、そこで何食べたいかなと思っていろいろとこう探してたらですね、めちゃくちゃ食べたいものがいっぱい揃ってたので、まとめて買って、久々に爆食していきたいと思います。今日爆食するのはですね、特になんかジャンルとか決まってるわけじゃないんですけど、じゃじゃーん、カキフライです。ちょっと夜遅くに行ったんで、カキフライがめちゃくちゃ安くなってて、はい、カキフライ大好物です。めっちゃうまそう。次が冷凍餃子ですね。冷凍餃子意外と本当味とかバカになんなくてマジでうまいんですよね。これをこれから羽根付き餃子にして食べていきます。で、次がはい、これサイコロステーキです。冷凍だけどめちゃくちゃ肉の旨味とかすごい詰まってて、これをちょっと焼肉のタレでこれからちょこっとこう炒めて食べます。さあ、餃子をうまくひっくり返せますでしょうか。いきます。じゃら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 、ほっ、あー、ちょっと崩れたけど、まあでもうまそうです。あー、めっちゃうまそう。とりあえず成功で、おー、白米うまそう。おっ、あっいやー、うまそう。やばいね、これ。うわー、うまそう。ほい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 、はい、ご飯できました。めちゃくちゃ美味しそう、白米。やばいやばい、めっちゃうまそう。てかめっちゃ腹減った、マジで。昼からマジ何も食ってないんだもん。なんでね、トレーニングしちゃ俺もいけないんだけどね。今日一日はですね、午前中からちょっと外出してて、友達とご飯とか食べて買い物とかして、その後夜ジムでトレーニング、腕トレして、夜爆食です。冷めちゃううちに早く食べたいと思います。何から食べていこう。とりあえずいただきます。それね、だいぶ前からね、餃子ほんと食べたくて、上司が隣でね、なんか餃子食べてて、そのね、横でね、あー、なんかうまそうって思いながらね、ちょっと横から見てた時にね、もう餃子食べなきゃって思ってね、食べなきゃっていうか、もう食べたさすぎた。じゃあいただきます。うん、カリカリ。肉汁がやばい。そしてご飯、バリうま。あの、これ俺がよく YouTube とかでよく見てる、あのお酒紹介してる YouTuber さんの真似、バリうま。知ってる人いるかな。マジでうまい、マジで。餃子とご飯やっぱいい。次はですね、カキフライを食べていきたいと思うんですけど、ちょっとおたふくソースをちょろっとかけてね。そう、あの、帰ってきて普通のソースあるかなと思ったらさ、なんかおたふくソースしかなくてさ、別に何でもいいんだけどさ、じゃあカキフライいただきます。味濃っ。濃厚。そしてご飯、信じられねえ、マジでうまい。カキフライってこんなうまかったんだ。はい、次サイコロステーキ。
うん。もうやばい。ああ、飲み込むまで幸せすぎた。いや、マジうまい。やばい。叫びたい。近所迷惑になるからやんないけど。ねえ、改めて思う。俺食べるの大好きなんだ、マジで。カキフライにおたふくソースをかけ、もうこれあれだね、おいしいにおいしいが乗っかってるね。まあ、いつものね、原料食とかのガパオライスとかさ、おそばとかも全然うまいんだけど、全然うまいんだけどさ、うまさのステージが違うわ。これをね、日々食べ過ぎてね、覚えちゃうとね、多分いつもの食事に戻れなくなるからね。たまにこういうのね、食べるのもね、悪くはないんじゃないでしょうかと思いたいところですが。甘い。餃子。あっという間に食べちゃいました。これはおかわりだな。よいしょ。はい、おかわりしたんですけど、ちょっと明日の分もあるので、ご飯はこんぐらいにしておきます。いや、白米はマジで進んじゃうね。一旦これ全部食べちゃいます。で、食べた後に、落ち着いてエンディング撮ります。だからちょっとだけゆっくり食べたいです。じゃあまた後で。はい、ご飯食べ終わりました。いやー、幸せな時間でしたね。めちゃくちゃうまかったです。どんぐらいご飯の量食べたかってちょっとあんま測ってないんですけど、4合のご飯が半分以上なくなってたんで、まあ2合から3合ぐらい食べたんですかね。でも今だいたい腹8分目ぐらいかな。いや、意外に食えて自分もびっくりです。まあ本当にお腹空いてたんで、空腹っていうのも相まって、まあ、かなり食べれたんじゃないかなって思います。はい、てな感じで動画は以上となります。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。まあ、今回はですね、腕トレと、まあ、爆食っていう内容だったんですけれども、まあ、また別の動画とかでなんかトレーニングメインだとか爆食メインっていう動画とかも、まあ、今後作ってもいきたいと思いますし、あと他にもそういった動画もいろいろあるので、ぜひ他の動画も見てもらえると嬉しいです。はい、てな感じで今回の動画ちょっとでもいいなって思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。